暗記なんかあんなら慣れだからね。成績ってこう上がってかないじゃん。こう上がってくのよ。で最後まで70近くまで上がった大学に受かって、こっからがねこのターニングポイントで、俺も予備校講師になろうかなみたいな、それ締め切っちゃってさ。Hello there、 始まりました森哲ちゃんです。今回はいやー超リップがやってまいりましたねいやー本当だよ、1年前ぐらいから言われてたけどねはい、そうですね、ギャラが出ないってことでずっとすいません、そうですね、1年ぐらいラブコールを送り続け、吉尾先生においでいただきました。どうも、もうすごいじゃないですかこれ、これなんかかっこいいですよこれ、これいくらぐらいするんですか。30万ぐらいじゃないですか。あんま手に入んないみたいでこれ。え、そう、レインボー、はい、そんな吉野先生、このね髪型ってことは、まあ、いろんな過去があったんだろうなと。どんな感じで。ちょっとまあ俺ほらこの髪とか見えないかもしれないけど、中学高校グレていたのよそのままちょっと高校の時にまあいろんな事件を起こして卒業するのが危なかったわけよ。なるほど、はい、でその時に家庭教師に来てもらって、はい、その家庭教師が豊田さんっていう女性の方で、すごい綺麗な方だったのよ。でその人のおかげで無事に高校だけは卒業させてもらったわけよ、うん、まあ、高校の先生もすごい頑張ってくれて、はいはい、でそれで暴走族専門の車がたくさんある中古車屋で働いたわけよだまあ何のために高校行ったかよく分かってないんだけどさそれでまあ彼女とも同棲したりなんかして、はい、でその彼女に振られて大学を決意したわけよ。20歳の9月の20日ぐらいだったから、もう何を勉強していいか全く分かんないのよ、うん、でその豊田さんっていう人に1年半ぶりに電話したのよ。吉野っていうもんですけど覚えてますかって言ったら、まあ、そんな個性的な人は忘れませんって言われてそれそうですよ、ね、どうしたのって言うんで、まあ、これこれこういう状況で大学行きたいと、じゃあ教えてくれないかって言ったら、うん、私は大学卒業しちゃったんで、はい、去年、はい、教えることができないんで、まあ、よゼミに有坂先生っていう人がいるから行きなさいって言われて有坂先生のとこ行ったのよ、うんうん、でその先生と話をして、すごい、まあ、俺の師匠なんだけど、ね、吉野君って君の気持ちはよくわかるって。でも俺らの時ほらベビーブームじゃん、受験生100万人ぐらいいるじゃん、はい、だからあと4ヶ月ぐらいしかないから無理だからって、ね、で俺行きたいですって言ったのよ、はい、いや無理だからって言う、いや行きたいですって言ったのよいや無理だからって押し物で、そう、でしつこいね無理だも無理なんだよって言われて、で君さってアルファベットね全部言えるのって言うから、言えますよって言ったのよ。で書けんのって言うから、書けるわけないじゃないですかって言ったのよ誰だと思ってんだぐらいの感じでそんなこと言ってもその先生の指示入れてもらって無事に大学入れたわけよ、うん、シエゴになったんで、まあ、その辺の話聞いてるんで、あの家庭教師の男の人こ うわみたいな、もうもういやこれまで行くと、その豊田さんって人の前にも家庭教師に来てもらったの。その人が青春くんみたいな人で、必ずうちに来るのにテニスラケット持ってくるのよ、はいはいはい、右手にテニスラケット持ってくるのよ、はい、で俺いつもほらこっち側にさ木刀とか鉄パイプとか持ってたりなで喋り方もすごいムカついて、君はなんて名前なんだみたいな感じになるから、はい、あ僕吉野って言いますみたいな、で僕がなんて頑張ろうって言うから、はい、何言ってんだお前みたいな、はい、頑張んなくていいんだから、はい、当時は高校だけ卒業できないんだから、で君はなんで机がないんだ、机がって言うから、あ机は中学卒業してしてましたって言ったの、ね、それでも頑張ろうって言うからやめろその手は孫になろうと思ったの英語あろうって、はい、英語は入試の基本だからみたいな感じで、あ入試関係ありませんから高校だけ卒業できないんだからって教科書出せって言うんで、教科書は全部学校にありました。ええー、なんか言って、うん、でも頑張ろうって言うから、もう俺も一緒になって頑張ろうかなんか言って、何を頑張っていくかよく分かんないんで、はいはい、で、俺に、君はバカだなって言って、おうおう俺の頭は鉛筆で、カーンって、おうおうで俺もガーンってやったんで、だ帰っちゃって、家庭教師で、これじゃあまずいって話になって、次ね、豊田さんっていう人が来てくれたわけよ、女性の方が。この話、すごい覚えてます、めちゃくちゃ覚えてます、この頑張ろうがめちゃめちゃ好きでした、あれ。1日めちゃくちゃ勉強したやったよ勉強アルファベットがあったもんでもねやっぱりアルファベットを全部書けないと4ヶ月で英語の成績上げるってのは無理だねまあまあそうですね無理絶対無理英語はね4日くらいでやめた無理無理1日どんな感じでやってたんですか。国語と日本史しかやってないんだよね、はい、俺の頭の中では私立文系で選択肢が日本史だとすると、はい、まあ、英語国語日本史でだいたい180点ぐらい、はい、1科目60点ぐらいでまあ合格なわけ、はい、で俺の頭の中で国語はまあ95取ろうと、うん、日本史も95、6は取ろうと、うん、それだけでまあ合格点に行くんじゃないかな、ね、はい、あと英語まあ10点20点取ってれば受かる大学あるだろうみたいな感じで考えてたんだよ、はい、日本史なんだけど自分は家庭教師やってる時にも、はい、教え子に勧めていたんだけど、はい、山川の日本史の教科書、はい、あれを一冊覚えるわけよ。ほうほう、あれを一冊覚えると
俺伊藤明信っていう友達と仲良くなって、はい、彼が日本史だから俺日本史にしたの。彼が教えてくれたのは、山川の教科書を全部完璧に覚えれば偏差値50から55ぐらいに行くんだっていう。ほう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 。で50から55っていうと大体2等コマ線ぐらいの当時レベルなんでね、はい、これ全部覚えに乗ったら覚えるんだっていうのよ。おいおいおい。で初めは簡単じゃんこんなのって思うんだけど、はい、まあ、1日目10ページ覚えたの、はい、と隅から隅まで覚えるんだよ、はい、隅から隅まで覚えると10ページ覚えるのに3時間ぐらいかかるのよ。で次の日に11ページから20ページ覚えるわけよ、うん、また初めてじゃない、うん、隅から隅まで覚えるんだろ、また3時間ぐらいかかるわけ、うん、3日目は21ページから30ページまでと、また隅から隅まで覚えてるから3時間ぐらいかかるわけ、うん、そうするとあの教科書って360ページぐらいあるわけ、はい、4日目になってくるとこんなことをあと33日間ぐらいやんなきゃいけないじゃん、うん、で嫌になってくるんだよ、はいはい、で4日目からやめるのよ、はい、あれ3日坊主ってどんどん言ったもんで、4日目でもいいやみたいな感じになってくるんだよ、はい、でまた5日ぐらい経つと、はい、やべえ、3ヶ月どこしかねえんだよなと思って、うん、でまた1ページ目からやるのよ。と1回3時間ぐらいかけて覚えてるから8割ぐらい覚えてるわけじゃん大体。でスラーっといくわけ、もうなかなかできてんじゃん、11ページから20ページまで次に、うん、もうスラーっといくわけよ、うん、1時間でまた21ページから30ページまで、うん、スラーっといくわけよ。で次の日になると31ページ目からはやったことない領域になるじゃん、はいはい、そうですね、未知との遭遇みたいな感じになってくるわけよ、はい、で怖くなってくるわけよ、でまたやめるわけよあれれれあれれれそう、はい、また3日ぐらいするとやべえよなみたいな、やっぱやんなきゃまずいよなみたいな思うわけ、はい、でまた1ページ目からやるんだよ、はい、そんなこと何回も何回も繰り返してるじゃん、はい、だ最初の1ページ目から30ページ目まで異様に覚えてるんだよ。でも槍とかなんか出ないのニュースに。そうそう、出ない。槍とか最初の縄文時代とか弥生時代とか縦荒式銃器なんか出ないのよ、はい、ニュースに。だ俺がやった方法っていうのは360ページだとすれば、はい、1日120ページを小説を読むみたいに覚えようっていうつもりで、分かんない漢字とかがあっても書かない、もうとにかく読んで1日120ページはどんなバカでも3時間で読めるから。だって当時なんか俺より下の受験生なんかいないんだから、まがいなりにも何気ないみんな勉強してるじゃん中学高校時代、俺やってないんだから高校時代勉強なんて。1日120ページ朝起きて30ページ読む、昼飯食った後30ページ読む、うん、寝る時の60ページとか、はい、別に一気に120ページ読まなくていい、うん、1日120ページっていうのを読む、3日で1回で読んでいくのよ、うん、本を。そうすると1回読み終わって2回目読み終わると6日間でしょ、はい、3回目読み終わるとなんとなく頭に入っていくわけ、うん、それ3、4回繰り返して、もう5回目ぐらいからどん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 書いて覚えていく。英単語もそうじゃない？こうめくってもめくってもめくっても、こっちに10個書いてある。めくってもめくってもめくっても、なんだよこの単語、1個もわかんねえ、1個もわかんねえやったら、異様に時間かかるし、嫌じゃん。そうだね。でも、1番から20番まであったら、多分1番は知ってる、5番知ってる、8番知ってる、15番知ってる、20番知ってる、たった20個の単語で5個知ってるだけで随分違う。暗記なんか慣れだからね。俺はそういう風にやっていった。で最後まあ70近くまで上げた。であとは国語なんだけど、こういうこと言うとちょっと国語の先生に怒られるから、ちょっと国語の先生本当すごめんなさい、ごめんなさい、あのなかったことにしてください。現代文って書いてあることが全部分かれば分かるのよ。例えばあの英語の先生ってさ、神様みたいに英語できるぞとか、はい、あの物理の先生って鉄人なんだよなとか言っても、あの現代文の先生さ、すげえ現代文できるって言う？現代文ってそういう科目なのよ。書いてあることが完璧に分かればできる科目なわけ。まあちょっとしたテクニックは必要だよ、はい、でもなぜ現代文がみんなできないかっていうと、例えば高校生がね、桃太郎の話を読みました。読み終わった時に、あれ桃ってどっから流れてきたかなって、川かな、山かな、山から落ちてきたな、思わないじゃん、はい、それなぜかっていうと、自分のいつも読んでる文章よりも下の文章を読んでるから悩まないのよ、はい、現代文はだいたい自分が普段読んでる文章よりも上の文章が出るわけよ、はい、で現代文が得意なやつは自分がいつも読んでる文章と同じような文章なの、うん、だから初めて現代文の授業を受けても何を書いてあるのか全く分かんない。何書いたんだろうこれ、何が言いたいんだろう、うん、ってことはもう自分の頭よりも完璧に上の文章を読んでる。この時に中学だか高校だか先生が社説ってあるじゃん、はい、朝日新聞、はいはい、あれがいいんだよって教えてもらって、うんうん、何かの時に誰かに言ったら、うん、社説って粒子で一番出るんだよぐらいのこと言ったのよ、はいはいはい、じゃあ社説読んでみよう。読んでみて初め何が書いてあるか全く分かんない。で図書館に行ってこんな紙で新聞独り占めできないから、ちょっと古い新聞とか借りてきて読んでみても、これわかんね
えなみたいな、毎日飲んでたの、書こうって、あ、社説、はいはいはい、分かんねえから、はいはい、で、かーって書いてたのよ、毎日、はいはい、朝日新聞の社説、はいはい、したら、ある日、こう成績と同じように、成績ってこう上がっていかないじゃん、はあ、こう上がっていくのよ、はい、それと同じような感じで、やべえ、これ書いてあること分かるわみたいな、言いてること分かるよみたいな感じになってきたのよ、誰が採点してくるわけじゃないんだけど、自分でまとめてみたのよ、100字以内でまとめたり、うん、50字以内でまとめたり、30字以内でまとめたりしてみたのよ、でそれが模試の結果に出るんだよ、だから現代文はそれぐらいしか勉強してない、あと古文ね、まあ、古文単語を覚えたり、文章を読んだり。たくさんしたけど、俺はそうやってやってあった。だそれはいいかどうか別だよ。だそういうやり方してるやつもいるんだよ。大学に受かって、こっからがね、俺のターニングポイントで、別坂先生に受かりましたと。で挨拶しに行こうと思って、泣きなしの金を貯めて、サントリーオールドかなんかを買いに行ったのよ。先生に電話して、行ってもいいですかって言うんで、来なよって言って。青山一丁目にあったのよ。ウイスキー持って、青山一丁目の駅で降りて、こんなとこ人住んでんだなと思ったのよ。でマンションがあって、おお、ここはマンションなんだと思って、で先生の番号を押して、ピンポン鳴らしたら、入れって言われて、うん、ありがとうございましたと、大学受かりましたと、うん、ただ先生が、夕飯食べ行かないかって言うんで、まあ、最後にご飯ぐらいおごってもらってもいいのかなみたいな、店に行ったわけ、俺と有坂先生と先生の奥さんと、食べなよって言って、メニュー見たのよ、ドリアが4000円とか、ビーフシチュー4000円ぐらいなのよ。で今まで1000以上のものってあんまり食ったことないから、うわすっげえ、ドリア4000円だよみたいな、ビーフチュー4000円だよと、どっちも食いたいのよ。有坂先生が、お前決まったのかよ食うもんって言うから、いやーちょっと悩んでんですよ、悩んでんだお前って言うから、ビーフシチューにしようかドリアにしようか悩んでんですよって言ったら、有坂先生が、じゃあお前さ、ビーフシチューをおかずにしてドリア食えばいいじゃんって言ったの。そんな人生いいのみたいな、そんなありみたいな、え、俺も予備高校生になろうかなみたいな、すごい、そこだよ、ドリアとビーフシュー、そこだよ原点、それがきっかけだったわけですね。まず第1話ね、大学時代はヨゼミでバイトしてたんだよ、チューターって言って、まあ、試験とか受けるんだけど、俺は国語のチューターだったの、当時時給が1300円でかなりいいのよ、当時としては。なるほど、当時700円とかさ、はい、そういう時代に1300円で、何時間いてもいいのよ。生徒が分かんないとか質問来たりするじゃない、はい、これはこうだよこれはこうだよとか教えてたんで、そしたらすっごい生徒が並んじゃって、もうひっきりなしに来るのよ、でいろんな問題集持ってきて、これ見てくれませんかとか、あの時は一番でしたね、古文。だってガンガン持ってこられるわけよ、でガンガン勉強するわけよ、自分でもいきなり入試問題持って、今なんてないじゃん、はいこれ解いてください、でまた解いて、こう答えこうで、次にならまた次ないないじゃない、それ吉野先生に今やったらすごいですよね。いや全然知らない人の参考書こうやってでしょ、初め行列みたいになってたの、並びすぎてるから、はい、他の中退なんかめちゃくちゃ暇なんだよ、誰も来ないんだから、俺だってすごい来ちゃって、で30分おきにこう区切って行ったのよ、はい、じゃあ A っていう生徒はじゃあ30分はね、うん、何月何日こう区切って行ったの、はい、で区切って行ったら、その貝塚さんっていう、はい、まあ、教務課長さんと勝松さんっていう局長さんが、はい、チューターガイダンスっていう名前を打って、はい、授業やってみればって言われたのよ、はい、で当時 14A 教室っていうのがあって、はい、250人ぐらい入る教室、はい、があって授業やるってことになったんだけど、うん、現役生があんま来れない3時10分ぐらいからな、うん、やろうって話になったんだけど、うん、それ締め切っちゃってさ、チューターが締め切る、チューターで、はあ、当時大船校で一番人気あった講師俺じゃねえかみたいな大学生講師よりも人気がそうでこれできるんじゃねえのかなって思ったよね、その時には。ああそれでいよいよ予備高校生になるわけですね、うん、なりましたね。その話を次は聞いていきたいと思います、うん、お前吉野先生においていただきました、ありがとうございました。